皆さんこんにちは、ミルカです。今回は丸文字の書き方を紹介していきたいと思います。それではスタート。画材はユニのサインペンを使います。ノートはダイソーで買ったスケッチブックです。今回紹介する丸文字は普段私が書いている文字です。かなり癖はありますが、よかったら参考にしてみてください。ちなみに私、ペンの持ち方が大変なことになっております。持ち方は真似しないでくださいね。ではまずはポイントを紹介していきます。ポイント一つ目は文字の間隔を空けることです。文字が可愛くっても文字のバランスが悪いとあまり綺麗には見えません。ゆるっとした感じを出したいときは隙間を空けるとよりゆるゆる感が出るかなと思います。ポイント2つ目、正方形を意識することです。細長い文字ですとか横長の文字よりかは真四角に入っているような文字を意識するとゆるっぽくなるかなと思います。続いてポイント3つ目、最後の3つ目は丸を意識することです。まあ丸文字という名前ですからね、やはり丸くないと丸文字感は出ないかなと思います。普段の留め払いの部分も丸く書いてみましょう。じゃあ以上の3点を意識してひらがな50音を書いていきたいと思います。ではノートは新しいページに切り替えます。ここから50音を書いていきます。まずはあ行。あーちょっとミントが合わないまま書いてしまいましたが、あ行は結構丸みがあるので書きやすいのではないかと思います。続いてか行です。ピントが復活しております。続いてはさ行。続いてた行。続いてはな行。な行は結構丸が多いのですが、丸の部分もしっかり大きめに書くとより丸文字感が出るかなと思います。続いてはは行。はもそうですね、丸を大きく書くと丸文字感、ゆるーっとした感じが出るかなと思います。続いてはま行です。個人的にま行が一番好きですね。なんかこう文字の丸い感じと響きが好きです。そして次はや行。次はら行ですね。最後にわ行です。はい、無事50音が書けました。よかったらスクショして参考にしてみてください。続いては応用編に行きたいと思います。次は適当に漢字を書いてみたいと思います。どの漢字を書くか迷ったんですけど、今回はお名前を書いていくことにしました。私のお友達の名前やちょっとねネットで調べた名前なんかも取り入れてみました。皆さんの名前ありますか？漢字もねたくさん書いてみたので、ぜひ参考にしてみてください。漢字の際もひらがなとポイントは一緒です。真四角に入っていること、それから留め払いは丸く書くこと。そうすると漢字もねこんな風にゆるふわな文字になります。今回はこんな感じで文字の投稿になったんですが、普段はゆるふわなタッチのイラストを描いております。よかったら Twitter やインスタ、また TikTok やっておりますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。動画の説明欄にリンクを貼ってます。さあでは今回はここで終了です。最後までのご視聴ありがとうございました。ぜひよかったら皆さん参考にしてみてくださいね。では最後おまけの NG です。まみむめろ。